大森克美です。いやなんだよ。ここちょっと怖いからさ、だんだん暗くなって怖くなってきたから、なんかいやちょっとちょっと俺行くか。そうだな。今ちょっと待ってね。なんか不安になってきて、じゃあのね、だから白い建物の下のところに行くから、白いでかい家。ちょっと行く。じゃあごめんな。はい。はい。昔な、砂利道で下ってたもん、海にな。その道を探したのよ。なくて、山道みたいなのが急に怖くなっちゃう。50年前だからな。人も変わるよね。人も変わるわな。どこの中学校で聖馬中って言われたって言ったら上だって言ったもう遥か高いこっちに言われてたのここの前の女子さんの海岸な海水浴じゃない昔の貨物って昔さ波に乗ってボディーサーフィンってやってたじゃん砂浜までかになったよな波がバーってな来てこうやってなーっと乗ってよそれ江ノ島でやってる人いるんだよ。あ、そうね。波がちょぼちょぼでほんの10メートルやって喜んでる。昔おいらのダバーンってのな、巻き込まれてグルグルグルってなるの。今であんなサーフィンなんかあっけどよ。波乗りだとか。いたでさ、あれ使って。で俺伊豆で見せてあげたの。みんな感動してた。すごい。ずーっと奥まで行っちゃうもんな。最高50メートルぐらいな。それで覚えて。今のサハにしたら昔のあれはな最高だよなブロックって入っちゃって波がこうやってバーンってなるだろだよな、かきませんここはなんかすごい海だと思う、今考えるのは一応あるのずっと夏なんかもここの沖縄も海の家だってやっぱり今ああいう波消しブロック入っちゃってね赤いあれがさ旗がとそこまで行くのいなっちゃってさでそれが自己満足なんだよな。そこまで泳げるようになったっつってさ。泳いだってね。で、V カマリで乗っかってさ。今そういうの。ボディーサーフィンって今板つけてさ。僕こう落ち際にスタートしてって乗り遅れちゃったんだよ。そうそう。でさーってくって本当に幅広いんだよな。それみんなやってたからな、うん、ちょっと遅れと乗り遅れちゃったあとすごいと巻き込まれてグーッとさやっぱ楽しい遊びだったよな
で山行っちゃこう自分で遊び作ったな、巣を作ったな、これが広くと広くなことな、わざわざ自転車でここまで来るんだもんな、中曽の海岸もあの波乗りにやるためにさ、港なんて南の方でな、だん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 埋め立てちゃって、ここはでも昔と変わってないな、これ YouTube 出てくるね、ここから、結構出てきたよ、うん、出てきたよ、だからここまでもっとあったからね、ずっと、この辺でもクラス会やったな、だったんだ。食もあんこう鍋が出て、食ったとらただのクラスな。うん、ああクラスか、うん。同窓会じゃなくて。そっと行きっちゃうかじゃん。どうすんだ。伊豆浦海岸のところ。伊豆浦行って、うん。車だから。うん、あってこういったとこはあの親戚のある。思い出してきた、ここを通ったなって、うん、あとアルプスか、夏木聞くと音がする浜辺、泣きすな、泣きすな、江ノ島の海見てがっかりするもんな、なさっき言った金木、あ、その辺だ、ここだろ止まったの、この小松でやったの、ね、どこあ、これだ、ここに止まったんだ、そうそうそう、つながなった、うん、そうなんだよね、ここも長長長長、あ、ここでよく泳いでた、水泳、あれ、泳禁止なんだけど、水泳禁止だから、そういうとこ狙ってな、泳ぐと中学生だからじゃあ学校な、自転車とだから、うん、帰りがここ寄って、泳いで帰って、うん、あ、俺もいいね、いい写真だ、あ、ここはそういう波があるじゃん、ああいう波だよな、露天風呂 あったじゃん、露天風呂その上、この上に行ったとこは露天風呂か、うん、あホテルの冬の、あ、そこにも入ったの露天風呂、いい眺めなんだろうな、海が見えるさ、でも子供たち連れてきたよ、こう見せて、だから あったじゃん、結婚式の俺六角のな、こう降りてきてね、そうでした、ね、写真撮って、やっぱ子供にさ、あそこにあの海を見せたいやん、ここは前やったら東大の、あ、そうだね、あの下に貝とかたくさん取れるから、ここによく親に連れてあるさ、近所の人に言われて貝取っちゃう、ムルガみたいなやつね、今でムルガだけど、あの子なんつったかわかんない、食べられるかい？今俺それ、うん、妹の家ですね、ここ？うん、うわすごいなこれ、うん、この人今泊まり来ちゃったわけだ、うん、泊まり来たんだ、誰？おんで、あ、さっき妹が違う違う違う、あれ娘の子だから、あ、うん、あこれ妹、あ、俺の妹の娘、俺の子がいる、いるの、あ、ベリが死ぬ前に、死ぬ前に、あ、俺勘違いした、娘だね、いいの俺もりて、こんにちは、はい、どうも、同級生です、同級生なんだ、あ、素晴らしい、来て、ええ、すごい大森さん久しぶりよくね、同級生の海に、こっちは俺と同級生、妹さんと同級生、あ、そうなんだ、よくね、海に連れて行ったんですよ小さい頃ね、そこからちょこっと可愛かったんですよ、いや、可愛いですよ、今どこにいらっしゃる、今は藤沢、すごい、今もう病気もしちゃって学校の先生やってて、うんうん、
だから教員まもなく2番線に上り列車が参ります。